モデルプレスをご覧の皆さん、どうも倖田久美です。子どもの遠隔学習が始まっているので、パソコンでの宿題だったり勉強だったり家で実験をしたりだとかっていう感じなので、まずそれを手伝ってあげなきゃいけないっていうのもあって、ほぼ半日それで、潰れてしまうっていうところは実際。その中で、今息子が一番楽しみにしてるのが、寝る前に一緒に映画を見るっていうのがやっぱ一番楽しみで、結構ね、映画を立て続けに見てるかなっていう感じ。うちの息子が集まれ動物の森がすごい大好きで、私がゲームとかをこう今まで人生の中でやってこなかったタイプの人なので、全然タッチしてなかったんですよ。で、うちのお母さんがめっちゃゲーム大好きで、お母さんとこうゲーマー友達みたいな感じで、あれがどうや、石が欲しいとか、なんとかが欲しいとか言ってんだけど、変な話みたいな感じだったんですけど、一緒にいる中で、やっぱりこれ同じ会話を共有していかないと、せっかくの時間がもったいないなというところで、息子のその集まる動物の森をやってたところ、まあ楽しくて、ずっと家にいるのに肩こりっていう、そんな感じです。ほぼ子供中心の生活ですね。で、寝た後に作詞だったりとか、インスタライブであったりだとか、あと、How to、 今、YouTube でやってる How to とかの撮影をそっから始めるんですよ。体はちょっと筋肉痛、やっぱり久々にっていうか、こう、バキバキ踊りながら How to とか教えてたりするんで、筋肉痛を起こさないためにも、朝ストレッチしながらピラティスをして、ピラティスなんかも100万年ぐらいも、やる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 詐欺で全くやってなかったんですけど、始めまして。で、ピラティスってインナーマッスル、女性にはすごく意味のあることで、表面的に綺麗にするのもできるんですけど、内面が綺麗にならないと、性格もやし、表情がもに現れるところもあると思うし、やっぱり私は内面が大事なのかなってやっぱ常に思ってるんですよね。ただやっぱいつもの生活と違うのは、やっぱメイクをしないとか、可愛い服を着るとか、なんかそういうのとかもちょっと減ってきてるから、やっぱスイッチになるじゃないですか。パジャマのままいるともうダラダラしちゃう。だから、なんで今日ママメイクしてんのって言われて、ちょっと今日ママお仕事で、自分自身の気持ちの切り替えもしやすいから、ちょっとこれからはやっぱりこうやって気持ちを切り替えるためにも、服を着替えて、メイクをして、気持ちだけでも外にいるって気持ちになりたいかな。買い出しに行くとかぐらいしか本当家を出てないので、見ての通り髪の毛もね、結構もう根元も真っ黒。ここ最近なんかずっとテレビで出るときはニット帽とか帽子をかぶってるんですけど、それはもう本当に髪の毛が全くメンテナンスされてない状態で、自分でカラーリングなんかはできるんで、そろそろブルーもだいぶ取れてきたんで、ちょっと自分でカラーリングはしようかなみたいな感じですけど、早起きは三文のとことか言うじゃないですか。もう昼間眠たすぎて、何が得やねんって今まで思ってきてたんですよ。寝ないとやっぱ痩せないんですよ。やっぱり睡眠ってすごい大事で、で、肌もそうですし、肌も綺麗にならないですし、だから寝ることをものすごく私はこのみんなにいいですよって進めてることなんだけど、本当にここ最近午前中、10時とかぐらいからちょっと体ピラティスして、お昼ご飯を食べても眠たくならなくなったんですよ。今ではもうだらだら起きて、朝起きて子供のお弁当を作って学校送ってって帰ってきて二度寝するぐらいで、二度寝してパッと起きたらもう迎えに行く時間やぐらい寝る人なんですよ、普段ね。10時間ぐらい。まさかこんな風にお昼ご飯食べても眠たくならないなんて、ちょっとびっくりして、やっぱり体を起こしてあげるってことが大事なんだなっていうのをすごく気づかされて、だから朝、ピラティスをした日の方が、やっぱすこぶる体調いいですね。楽しんで毎日迎えてるから、なんかすごい、私は楽しみながらできてますね。もうミュージックビデオ撮りたいですね。新曲を結構家でレコーディングをしてまして、ちょっとここスタジオなんですけど、家の。レコーディングしてて、もう4、5曲できてるんですよ。曲を作るときって、やっぱりこう、ミュージックビデオだったりとか、ライブを想定して作ってたりするので、この曲はこういう PV にしたい、この曲はこういう PV にしたいって、もうなんかイメージしながら曲を変えちゃってるんで、映像をとにかく撮りたい。
今はとりあえず諦めずに全力で、ツアーのセットリストを考えたりとか、まあ、あと演出をこれをやりたいこれをやりたいっていうのがあるので、それをこう一応セット図みたいなものは作って、ちゃんと動いてます。まあ本当一人一人の皆さんのやっぱり心がけでっていうか、この気持ちをやっぱりその守り続けてほしいっていうか、やっぱり家にいるっていうね、必要な時は本当に出るけれども、できるだけ本当に人に移さないってこともそうだし、大切な人をやっぱ守るって意味でも、一人一人のこう意識 によって今後の未来が変わっていくんじゃないのかななんて思うんですよね。だから私はまあ諦めずに9月からのツアーに向けて動いてます。いいライブができると思います。やっぱ20周年なんで。ちょっと私はこの木にお家をきれいにするぞと思ってお掃除とかしようと思うんですが、一家の王様がですね、うわーママーってやっぱ来るんで、もう今んとこ全くお掃除とか整理整頓みたいなことはできてませんけれども、私はこの1ヶ月で自分磨きもできると思ってるし、例えば本を読んでみたりとか考え方の革命をするタイミングでもあると思っております。なのでこの1ヶ月で自分自身一つでも変えられるところがあれば、この1ヶ月に意味ができると思います。世の中のためにも自分のためにも、やっぱり自分をすごい大事に私はしてほしいので、この1ヶ月を大事に、今月末には私こんなできるようになったとか、あここ綺麗になったとか、私ここ美しくなったみたいなところをぜひ作っていただけたらなと思います。私もちょっと今から考えたいと思います。